どうも仙人オリです。今回は越前刃物旅行第3弾ということでやっていきます。今日の潜入先はこちら、絵と絵という場所に行ってきました。この絵と絵、一体どういった場所なのか。まあね、絵屋さんなのはわかると思うんですけど、その後の絵ですよね。その絵が何を示してるのか。で、今回のテーマ、二重構造神とは、木材の価値、時代によってどういった変化が生まれたのか。で、臭すぎる木材とは。で、最後の方に福井県の魅力について紹介します。ぜひ最後まで楽しみにご覧ください。それでは早速潜入していきましょう。本編へどうぞ。こんにちは。夫婦で、はい、まあ、包丁の絵を作ってる会社なんですけど、はい、私が蒔絵、はい、この漆器の蒔絵という絵付けの仕事をしてます、はい、結婚したことでちょっと変わった。蒔絵師さんなんですね。初めてお会いしました私も包丁 YouTuber でお会いしましたすごい気になったのが、絵と絵っていう、まあ、名前なんですけど、はい、そのまあ由来というか、なんで絵と絵という絵と、はい、蒔絵の絵、うん、普通の簡単なペインティングの絵の球自体が、はい、変換しにくい、ね、なるほどなるほど。糸編に合うの、じゃあちょっと面白くないな、はいはい、で、まあ、一応この山県木工所っていうのが、まあ一応明治の終わりにできたので、はい、でその旧字体も明治頃に使われていた字なので、あ、まあ、ちょうどいいなっていうので、なるほど、その旧字体の絵を使ったっていう感じですね。なるほど、うん、ありがとうございます。ちなみに、まあ、山県木工さんこだわりというか強みというか、そういった、まあ、こっちにあるような製造工程があるんですけど、はい、うちは硬い木には必ずホオの木を、クッション材として、はい、入れてるんですね、はい、うん、で、まあ、それには、まあ、大きく、役割が2つあって、硬、はい、い木に直接穴開けようと思うと、はい、割れてしまうんですね。うん、その割れ防止と、木って目があってまっすぐじゃないんですよね、はい、うん、でその木の目に沿って穴が開いていってしまうので、はい、包丁を刺した時に曲がって刺さってしまうんですね、はい、なるほど、うん、それを防止するためにこのホオの木を一回入れ込んで、はい、まあ、っすぐ穴も開けれるし、はい、刺さるっていう、でそれがこちら二重構造神、二重構造神、ほう、それが一応うちの特許ですね。そうなんですね、はい、へー、なので、まあ、見た目はこの頭の口輪が、はい、まあ、石層強化木なんですけど、はい、石層強化木、はい、まあ、その2ピースに見えるんですけど、実はもう一つ中にホオの木が刺さってて、はい、3ピースからできているっていうやつですね、はい、なるほど、まあ、他のメーカーはもう全部硬い木でも直接穴開けてるので、そうですよね、うん、もうその話しか聞いたことなかったです、まあ、うちだけですね、この中に芯を入れているっていうのは、うん、へ、まあ、主に扱ってる、まあ、木材たくさんあると思うんですけど、というかよくやっぱり包丁で使われるのはやっぱり、シタンと黒炭、うん、あと一とかホオノキとかだと思うんですけど、うん、それ以外になんかこれ扱ってますか、まあ、うちは一応ここに、まあ、主に昔から使われているホオノキであったり、はい、でうちがメインなのはシタン材ですね。ああ、なるほど。これはもううちは30年前から扱ってます。へえ、はい、まあ当初はい、まあ本当ホオノキの、まあ、頭にプラスチックのついた安い、はい、うん、やつがメインだったんですけど、はい、もう他と同じものなので、はい、まあ何がお客さん何で選ぶかその価格で選ぶしかないんですよね。価格合戦、もう値下げ合戦になって、はい、もう下げるとこまで行って、うん、もう下げられないってなったらもう円じゃなくて1000の50銭とか、はい、そこぐらいの値下げが1000になって、これじゃもうやっていけないなっていうんで、うちは高い、はい、まあ言ったら材木業界ではシタン、黒炭、タガヤ産って言って、はい、シタンが一番いいものだっていうふうに言われてるんですね、はい、だったらそのいいものを使って、はい、まあ加工もしにくいけど、はい、まあ、いいものを使って高付加価値のものを作っていこうというふうに、はい、してこのシタンに目をつけたんですね。そうなんですね、はい、いや勉強になります。僕黒炭がてっきりトップだと思ってました、はい、包丁業界では逆転するんですよ。包丁業界はなぜか黒炭、シタンってなるんですよ。そうなんですね、はい、多分ですけど、はい、まあ、境の商人がアキンドが、はい、黒炭が一番いいものだっていうふうに、はい、まあ、それを
そういうふうに、まあ、宣伝文句として、はい、まあ、売っていったのかなっていうふうに。なるほど。ああ、で、まあ、まあ、黒炭も扱ってますし、あとはうちアメリカンチェリー、ね、アメリカンチェリーの、はい、はい、うわ、黒柿とかも、黒柿とかもありますね、はい、すごい。ホンジュラスローズって、うちではもう樹炭って名前をつけて、ホンジュラスの樹、はい、本当は漢字、まあ、当て字で国名って漢字で書く当て字があると思うんですけど、はいはい、ホンジュラスの樹って本当は都って書くんですね。ただそれを樹と読めないんで、はい、もう読めるような樹にしよう。なるほど、なるほど。樹炭、下の黒炭。面白い。へえ。で、まあ、あとはモラドっていうのもあるんですけど、はい、まあ、これはちょっと南米の方から言ってたんですけど、はい、今はもう在庫のみ、はい、うん、あるだけ。で、あと円樹、うん、はい、これも漢字で寿の、はい、寿に延命の縁、はい、伸びるっていうので、これもすごく縁起のいい木ですね。これ今カタカナで書いてありますけど、うん、ジャパニーズパゴ、パゴダ、パゴダウッド、まあ、仏の木みたいな。うん、ちなみにあの黒炭と、まあ、うん、あのこれ気になったのが、うん、比重がまあ1以上だと、うん、やっぱりまあ黒炭とか、うん、スネークウッドとかいろいろあると思うんですけど、うん、やっぱ比重と加工のしにくさって比例してますか？うん、比例してますね。あ、そうなんですね。うん、比重が 重いもので、はい、そうですね、やっぱりまあ穴開けとかも、うん、加工で、まあ、切削率とかも、はい、まあ、そういうのはやっぱりだんだん落ちてはきますね。そうなんですね。うん、ただ柔らかいのがいいかっていうと、まだそれも、はい、まあ、使う刃物によってもまた違うんですけど。なるほど。あとは普通に欅とか、欅、まあ、ヒバも扱ってたり、はい、で、まあ、ここにはないんですけど、まあ、まあ、過去には池とか銀とか、そういう重たい1以上、はいはい、扱ってたんですけど、うん、やっぱり加工がしにくいっていうので、まあ、ちょっと今はやってないですけどね。なるほど。まあ、あとはこういう、まあ、うち蒔絵師がいるんで、漆に特化した、はい、おお、かっこいい。これは和紙を、こっちはあの漆で模様をつけた、はい、あの要は漆器屋さんですね、はい、漆器の主屋さん、はい、漆を塗る人の主屋っていうんですけど、はい、その人がうちと取引のあるというか、はい、まあ、人がすごくあの芸術性の高い人で、はい、うん、こういうものをやったり、うん、あとこれが和紙を巻いてあるやつですね、はい、あ、やっぱり福井、そういうのを掛け合わせてるんですね。そうですね、あの漆器の産地でもあるし、和紙の産地でもあるので、はい、和紙を、うん、漆で貼り付けてある、うん、そういうものですね。そこに鈴を巻いてとか、あと普通にあの吹き漆っていうやつもありますね、はい、そういうのがあって、まあ、うち独自の漆のマーブリングであったりとか、はい、まあ、そういう漆にの商品もあります。絵の形も、うん、まあ、基本的に楕円型か、僕が知ってるのは栗型、楕円型、まあ、八角ぐらいの僕3つしか知らないんですけど、うん、なんかそれ以外であったりとかします？加工にはやったこともありますけども、はい、やっぱり握りやすさと加工性とか、はい、いろいろ考えるとやっぱりその3つです、ね、あ、なるほど。シンプルなのはやっぱ日本、うちはあの和包丁の、はい、差し込み式の絵専門なので、はい、あんまりコテコテした、はい、ものは好まれない傾向になりますね。なるほど。角巻きの部分って主に水牛とか、まあ、合板とかがあると思うんですけど、うん、どういったものを？うちはもう主にその合板ですね。合板のもの、石造強化木。うん、あの水牛もまあ一部、まあ、やってはいますけども、はい、境の方で水牛結構多く、はい、ね、作っているので、はい、まあ、水牛はこういうふうに任したらいいかなっていうんで、まあ、あのうちは、まあ、昔からこの石造強化木をメインになってますね。木材ごとに、うん、特にまあシタンとかなんかは特にまあ匂いというかローズ、まあ、バラのような香りとかあると思うんですけど、それ以外でこの木材ちょっとこういった匂いするよとか、ちょっと癖のあるものというかありますか？癖のあるものはそうですね、はい、あの今ここには並んでないですけど、はい、まあ、今ちょうどクラファンやってて、はい、あ、ここにあるか、
福川花見になってて、まあ、ここに1本だけありますけど、はい、パープルハート、はい、これ、まあ、切った時には白いんですけど紫外線に当たると、はい、まあ、こういう紫色に、まあ、ナチュラルな色なんですけど、匂いがすっごく臭いんですよね。そうなんですか。すっごく臭い。なんか臭ってるのかな。腐ったような感じ。腐ってるのかなって思うんですけど、まあ、それがまあ仕上げていくと、はい、まあ、匂いなくなっていくんですけど、まあ、あとはよくナイフの絵に使われている、はい、まあ、デザートアイアンウッド、はい、要は砂漠の下に埋まっている木ですね、はい、硬い木、はい、うん、でそれ、まあ、みんなアイアンウッドって言うんですけど、はい、まあ、もともとは何の木かはわからない、はい、けども砂漠にずっと埋まって化石のようになった硬い木があるんですけど、はい、それも熱を加えると、はい、とてつもない異臭を放ちますとてつもないんですね。とてつもない、工場中が臭くなるそんななんですね。ドブの匂いがもう工場中に、ドブのような香りなんですね。ドブのような匂いです、熱を加えるとやっぱ切ったり穴開けたりすると、はい、すっごく臭いです。こんな木材あるんかっていうぐらい臭いです。へ、うん、逆にいい香りの木はそんなないかな。あ、そうなんですね、うん、でヒノキとか、うん、ヒバとか、まあ、そういうのは、まあ、好みで、まあ、そうですね、っていう人はいます。硬い木で、はい、あんまり木っていい匂いっていうのはあんまりないかな、はい、強いて言うならば柿の木はちょっと甘い匂いがするかなっていう、はい、なるほどなるほど。あと、まあ、木材どうしてもまあ自然なものなので、うん、そのまあ木目ってそれぞれ違うじゃないですか、うん、で僕個人的にあの木っていうんですかね、うん、あの節、うん、あれがある方が個人的に好きなんですけど、 あれってやっぱ嫌われること多いんですか。今までは嫌われてました、はい、うん、でやっぱり日本のお客さん、まあ、今までの人っていうのはやっぱり木目とか節とか、はい、まあ、そういうものは、はい、これは入れないでくれ、まっさらなものが欲しいって言って、はい、うちでは全部弾いてたんですね、はい、でも最近のお客さんとか、まあ、海外のお客さんはいや木に表情があるのは当たり前だと、はい、まあ、これはチャームポイントだって言って、はい、いや節とか全然入れてくれていいよって、うん、いうふうに言ってもらってますね。なるほど。これは自然のちゃんとした天然木の証だっていうふうに言ってくれて、何度も質問すみません。また絵のその節っていうか自然なもののことなんですけど、うん、よく、まあ、スネークウッドに僕的にありがちだなってものが、うん、なんかこうやってしたらなんかその生きてるみたいに動くみたいな、なんか節というか木っていうんですかね、うんうん、あれって部位によってあれってできるのか、それとも磨き方によってああなるのか、まあ、やっぱり木の木材のカットの仕方によって変わってきます、はい、なるほど、ね、やっぱり痛めなのか正めなのか、はい、まさ、うん、痛めで切った方がやっぱり表情は結構揺れたりはすると思うんですけど、本当に揺れるやつすっごい揺れますよね。そうですね。なんか 3D みたいな、ね、奥行きがあるみたいな、うんうんうん、それがどうやって出てるのかすごい不思議で不思議で、まあ、天然の木などやっぱり育った環境によって、まあ、ちょっと曲が大木だとまっすぐドーンと、はいはい、成長するのであんまり節って曲がらないんですよね、はい、ただこの細い木とか、はい、ゆっくりゆっくり成長する木っていうのはどうしても、はい、杉とかヒノキみたいなのまっすぐじゃない、はい、やっぱちょっと曲がって育ったりもするので、はい、やっぱりそれに応じてやっぱその芽が出てくるっていうものですね。そうなんですか。なるほど。すごく産地、ものづくりの産地が集まってる地域で、はいはい、漆器、和紙、刃物、タンス、焼き物、メガネ、繊維、7つのものづくりがこう産地として10キロ、半径10キロ圏内にこうぐーっと集まってる町で、はい、で、うちができた、このギャラリーを持ったのも、はい、そういうのがきっかけで、はい、こうリニューがあるから普通一般のお客さんが私たち製造業者を訪ねてきてくれるっていうのが見込めるので、はい、できたのがこちらのギャラリーになってまして、はい、毎年10月に、はい、毎年10月にやってます。
来年はもう必ず絶対来ます。そうですね、はい、すごいいいネタだめっちゃいいネタになると思います。それこそ多分料理人さんがたくさん見てると思うので、はい、私もこのリニューってこの地域って料理人さんの聖地みたいになったらいいなと思って、はい、本当ですね。ここに福井に来れば全部注文して本当ですよねみたいな。一年内浜は結構ブランドバリューも出てきたし、はい、そういう感じになったらいいなと、はい、リニューのと合わせて、まあ、うちもちょっとクラウドファンディングやってるんですけど、はい、あ、そうそう、うん、うん、セミオーダー派と絵を選ぶっていうセミオーダーを普段から店ではやってるんですけど、はい、店頭でこうどれだけ時間かかるかとかご相談してしか普段やってないんですけど、はい、これもオンラインで好きな派と、はい、まあ、11種類の絵からこう組み合わせて注文できる。はい、ということでいかがだったでしょうか。動画であった通りこの後続きます。何をするかっていうと、今言ってたクラウドファンディングですね。それは一体どういった包丁なのか、どういった鋼材を使ってるのかね、もう画像で出てたのでびっくりした方いると思うんですけど、 V-KIN7 とか V-KIN ゼオスっていうのもありましたよね。この V-KIN ゼオス初めて聞いた方結構いるんじゃないでしょうか。僕も初めて耳にしました。なので次の動画、このクラウドファンディングのページを見ながら V-KIN ゼオスってのにも触れながらお話ししていこうと思います。ではですね、今回の動画の内容は以上なんですけど、最後にちょっとおまけで越前のグルメ情報をお届けします。そのグルメっていうのがこちら、ヨーロッパ軒というお店なんですけど、これ福井県にしかないソースカツ丼で有名なチェーン店なんですね。え、ソースカツ丼って思った方いると思うんですけど、なんかねこれが有名らしいんですよ。僕もいろいろ聞いたらここ行ってきなよって言われてちょっと行かせていただいたんですけど、まあ越前といったらいろいろね有名なグルメあるじゃないですか。越前そばとか越前ガニとか。ちなみに僕の動画見てる方は分かると思うんですけど、僕そばがね大の大好物で、もうそばが好きすぎる人間なんですけど、今回はそばではなくこのソースカツ丼ですね。はい、行ってまいりました。でこのヨーロッパ圏っていうのは福井県民なら知らない人はいない、もうソウルフードっていうことで、まあ実際本当はどうなのかっていうところはちょっとね福井県民の方にお聞きしたいんですけど、まあそんな噂を聞いてしまったのでちょっと興味本位に行ってきました。で僕が頼んだメニューがこのカツ丼セットってやつですね。この名物ソースカツ丼のセットをいただきました。こんな感じです。はい、サラダがついてですね。ちなみにあのおすすめは、もしヨーロッパ圏行くことがあったら絶対にセットをおすすめします。その理由っていうのはやっぱねキャベツ欲しくなるんですよ。その本当にキャベツがね、あの愛おしくなるんですよ。キャベツが欲しくなっちゃって、キャベツと一緒にこのカツ丼、カツを頬張りたいっていうね衝動に駆られると思いますので、ぜひねヨーロッパ圏に行くことがありましたら、このセットでサラダと一緒に食べることをおすすめします。はい、では終わります。ごちそうさまです。美味しかったです。ではでは次回の動画から言った通り、一回ね V-KIN ゼオスの動画を挟みます。でその後もまだまだ越前の刃物旅行続きますので、今後の動画も楽しみにしていただけたらと思います。それでは今回の動画少しでもいいなと思っていただけましたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。